スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちは。こんにちは。第32回配信スタート、2017年2月14日火曜日です。32回目になりましたけれども、はい、今年2回目のね、配信になるんですけれども、2月の14日って言ったよね。そう、2月の14日ですよ。14日って何かの日だよね。何かの日ですよ。もう何かの日でもう通り過ぎちゃいましょうか。ね、本当だよね。何の日だっけね。まあね、2月はまだもう終わってますけどね、うん、節分があり、ね、まあちょっと関西だからちょっと恵方巻きもあり、はい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 、でまあさっとやって、やばい、この2月14日、うん、メインでいくと、はい、まあ俗に言う聖バレンタインデーってやつね。聖バレンタイン、そうですね、バレンタインね、チョコレート、はい、マサさん実際チョコレートお好きなんですか。チョコレートは結構食べますよ。普段でも食べるんですか。まあ自分で買ってまでは食べないけど、あ、いただいたらもういただいたらいただきます。はい、あ、そうなんですか、はい、私あれキスチョコ好きなんですけど。おお、銀紙のやつ。そうあれは小さい頃よく食べたね。あ、本当ですか。子供の頃よく食べましたよ。あ、なんかねちょびちょび食べちゃうんですけどね。そうそう、あれの金色のやつもあるの知ってるね。え、金色のやつ、なんか、え、味が違うんですか。味がね、金色のやつはなんだか、アーモンド入りとか、違う、ね、あ、そういうのがあるんですね。そうなんかクッキー&クリームみたいなのも食べたことあるんですよ。ある、何種類もある。あ、よくご存知なんですね。よく小さい頃よく食べたもん。あら、子供の頃はね。あ、そうなんですね。バレンタインってほらね、要するにほら女の子が、うん、まあ、好きな男の子にね、うん、チョコレートをあげるっていう、うん、まあ、そういう儀式ね、我々が小学生の頃ぐらいからもうあったのかな、なんかそんな気がするんだけど、ね、最近違うんだよね。そう、なんかね、好きな男の子にあげるだけじゃなくて、例えば女の子から好きな女の子にあげるとか、そういうのもあったり、友チョコとかなんか聞いたり、ね、そうあと、まあ自分にご褒美のご褒美ねっていうのがあるって聞いたんですよ。一番高級なものを買っちゃうらしいですよ、うん、自分だと。もう我々の頃はほら義理と本命しかなかったからね。でマサさんでも本命ももらい、義理ももらい、いっぱいもらいだから、あんまりもらった記憶ないな。そんなにもらった記憶ないから、これを聞いてる方で希少な方いらっしゃったら少しください。でももう今日ですからね、これからわっさわっさ、わっさ、そういただいて受け付けますよ、はいはい、受け付けてるそうなので皆様お待ちしております。どうぞよろしくお願いします、はい、まあそういうことで、うん、まああれですかね、ゲストもお待ちですし、そうですね、節分の話に戻るけど、戻るんですか。戻るんだけど、ちょっと時間があるから戻るけど、恵方巻きってね、また恵方巻き、ね、そう、東京はね、なかったんだ。ねえ、はい、なんかね、去年その話言ったあんまりマサさん乗る気じゃなかったんで、今日言わない方がいいのかなと思ってたんですけど、まあ海苔屋さんがね、はい、海苔を売るために、はい、仕組んだ罠ではないかとかね。あ、某そうでしょう、寿司チェーン店さんがね、企んだ罠だとか、あら、そういう噂がありますけれども、うん、まあ実際にほらね、恵方巻き食べたことあるでしょ。そう、関西でもね、関西でもばあちゃんが何、うん、今日はどこどこ方向、毎年違うじゃないですか。かぶりつくんでしょ。そうでかぶりついて、うん、で食べるっていう ね、いいよね。だからうちも今ね考えちゃった。え、何、友味噌とか義理味噌とか本命味噌とか、ね、味噌の日って言ったいい。そう30日は味噌の日。あ、味噌の日ね、やろうかな、やってください。じゃあ私、じゃあそれを買って、はい、試しにやってみます、マサさんに、はい、試しにやってみます、送りますって、はい、反対に、
そうか、いろいろありますね。はい、ね、だって海苔だってそういうものがあるんだから、そう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 、味噌もマサさんもそういうお商売的にも利益が上がって、皆さんも幸せになるようなイベントをぜひ作ってください。はい、了解です。わかりました。はい、ぜひぜひ。ということでね、今月もね、素敵なゲストがお見えですので、はい、お若い二人が、はい、お待ちです。ね、後ほどお呼びしたいと思いますので、はい、今月もよろしくお願いします。お願いいたします。ペンギンさんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあパパ富士山。お、あったかいねパパ。うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。お、日本温浴研究所。小さな三角形から始まる無限の可能性、それがモザイクタイル麻の葉です。あらゆる生活空間を多彩に彩る麻の葉の模様、自由に楽しく思いのままに、モザイクタイル麻の葉だからできることがあります。タイルをアートに、名古屋モザイク工業です。この音楽豆知識コーナー2回目ですね。はい、豆知識、前回はピアノの色のね、黒い色っていうね、そうなんです、話をお聞きして、ピアニストという肩書きを大変ためになるお勉強をさせていただいてありがとうございます。いえいえ、今回まさか、はい、ジングルのね曲の話なんですけど、ジングルってご存知ですか。ジングルベルのジングル、そうそう、でもその鳴らすっていう意味で、はいはいはい、まあ、ラジオ番組とかで、はい、初めの冒頭だったり、うん、コーナーの切り替わりや、はい、番組の節目に挿入される、うん、音楽のことをジングルって言うんですよ、はいはい、短い音楽のことを。あ、そうなんですか。そうで、このね、知らなかった、私もね、ちょっとね、作ってこう今回、はい、1月から流してる曲を、うん、ね、自分でね。そうなんです。そういえば歌に似てるね、あの歌、出だしのね。そうだから今日はあの歌、ドドドドドドドだよね。そう、あれだ、キラキラ星。そう、ね、キラキラ星の由来をちょっと今日は、うん、皆さんにもちょっとお話ししようかなと思って、はい、これは私は実は本当はキラキラ星って言ってるんですけど、うん、まあクラシックなんで、モーツァルトのキラキラ星変奏曲っていうのがあるんです、うん、ピアノの曲で、はい、その初めのテーマの曲がドドソソララソっていうやつで、あ、それをちょっともらったんですね。曲の名前なわけではないんだね。そうなんですよ。でそれがその当時モーツァルトがね、実際生きてた時に、当時フランスで流行っていたシャンソン、恋の歌を、はい、モーツァルトが聴いて、それをテーマにしてピアノ曲をしたんですよ。だから我々キラキラ星って言ってるけど、うん、全然違うんですよ、恋の歌。キラキラ光るってやつだよね。そうそう、それはもうその後、モーツァルトが死んだ後に英語で歌詞がつけられて、なるほどね、その英語のを日本訳にした時に初めて星が出てきたんですよ、はい、きらめくきらめく小さな星よって。現代を直訳するとフランスの歌曲、うん、そう、ああお母さんあなたに申しましょうって言うんだ。そうなんです、全然違うね。だって恋のもう大人のシャンソンって言ったら大人の歌ですよ、ね、そのメロディーをね、モーツァルトはちょっともらったんでしょうね。なるほど、うん、なんか日本で言われるキラキラ星っていうのとはちょっとまた全然ちょっと時代が違って有名になって、うん、で日本ではメロディーはもうキラキラ星って言われるようになったんで、モーツァルトの曲もキラキラ星変奏曲ってついてるんです。完全にじゃあ替え歌だね。そうです、ね、そうです、そうです、替え歌です。歌詞を書き換えた替え歌なんですね、これね。そうなの、もうなんかね、世界中でね、このメロディーが愛されてるので、マザーグースの一つにもね、童話の中にも入ってますし、ね、でもね、それがちゃんとしたほら外国の童謡としてね、そうなんです、日本にも伝わって入ってきたんでしょ。そうなんです、だからまずそうですね、うん、英語から来たって感じなので、当時のモーツァルトの曲とは違ったっていうのも私も、ね、ちょっと勉強させてもらったんですけど、いやいや、それは初めて知りました。そうだからこのねジングル、もうドドソソララソでね、ファソラシドってなってるね、マサトケイコのになんです。なってますね、そういえばね。で最後もね、はい、ママビビレレドみたいな感じで最後に考えてるねちょっとね一応考えてるねなってるんですよ ね、 なるほどね。皆さんもちょっとこう耳を傾けてもらったらなと思います。はい、ケイコ先生、今日もありがとうございました。いえいえ。
今月のゲストコーナー。はい、それでは、今月のゲストコーナーに行きたいと思います。今月のゲストはですね、とても可愛い可愛い、そうですよ、あの、お年も聞いて2人組のおーとシンガーでよろしいですか。はい、シンガーです。ね、デュオ、ね、デュオ、可愛い女の子のハモリが素敵な、ね、デュオシンガーのコーンポタージュの2人をお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こだわりがあってコーンポタージュもひらがなで、はい、そう。まあちょっと自己紹介もね、自己紹介をね含めてちょっと、そうですね、あの一人ずつじゃあちょこっと、はい、お願いしてよろしいですか。うん、リトちゃんとモノちゃんなんだよね。はい、そうですね。で、ちょっと背の小さいリトルな方がリトちゃん。はい、はい、リトルなリトです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それと、はい、モノちゃん。私がモノです。文房具。文房具のさ、文房具の消しゴムね。モノ消しゴムが大好きだそうです。パクりました。パクりました。で、モノちゃんだそうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、お二人から、ね、そうね、はい、あの自己紹介していただけますか。はい、はいはい、コーンポタージュと申します。はい、私たちはですね、ゆるく楽しくありのままでというのをモットーに活動しております。今は都内を中心にライブハウスなどで、ライブをしております。はい、路上ライブなんかも、ね、そう、路上ライブなんかもやっております。はい、はい、路上なんかはどの辺でやってるんですか。路上は今だと原宿とか大宮とか、川崎なんかをやらせていただいてますね。はい、はい、ね、まだ私は知ったのはね、あの、うん、大塚のね、いつも行く、ね、イタリアンダイニングのシスイドゥさんでね、舞台を見てね、マイネームイズウーマンって言ってね、はい、女性 の、 あのアーティストさんだけが、はい、参加できる、そうです、まあ、イベントデーがありまして、はい、でそこにね、たまたまお二人が出てて、はい、そうなんだ、2回もね、俺も、ね、何回か見たことありがとうございます。ありがとうございます。なんかいいよねって話でね、ちょっと今日ね、そう、あのね、ちょっとお誘いを、恵子先生推し、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。リクエスト、完全に今回、そうか、誰がいいかな、そうそうそう、あれコンポタージュはじゃあ言ってみるよって、東京行事でね、そう、こう決まって、本当に私そんなわけで、ね、嬉しい、ありがとうございます。まあ、我々がちょっとね、いつもお呼びするので、大体ここは大塚でつながってるという、そうです、皆さんね、あの毎回聞いていただいてる方はもうお分かりかと思いますね。で、なんで2人でまずやろうと思ったの。はい、私たち専門学校が一緒で、はい、その時の同期で、クラスメイトであって、音楽の専門学校だよね。そうですね、はい、音楽の専門学校に通っていて、でそれを卒業と同時に結成して、なんか私からリトから声をかけて一緒に組まないかということで、はい、卒業と同時に結成っていうと、まだ結成してそんなに経ってない。そうですね、結成して2年、はい、あともう少しで2年経つっていう感じですか、ね、あ、そうかそうか、専門学校2年の、そうですね、ちょうどちょうど今年2年になる、はい、そうです、ね、22歳ですよ皆さん。そうなんですよ。どうします。本当に、まあ、すごいな。そうそう、うちの息子が今年22歳ですから、ね、あ、22になった、今年23になりますね。うちの息子の1個年上ってことですね。そうなんだ、なんかね、いろいろ話聞いてるとね、なんかあの高校とかあの中学とかも、ね、知らなかったけど、成人式も同じ会場だったりとか、そう、偶然ちょっと近い、はい、すごいなんかあの近いんです。そうなんですよ、あの何か知らんね、共通点があって、なんかまさにこの縁で2人がもう一緒にこうやることが、やっぱりなんかの赤い糸で結ばれてるのかななんて思っちゃうぐらい。ね、後でね、はい、実際にあの実はこのスタジオでね、ちょっと歌っていただいて、はいはい、それを録音したものを皆様にね、そうです、オリジナル曲を聴いていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、あの基本的にはあの2人のねボーカルデュオで、はい、オリジナル曲もあり、はい、でずっとやられてるんですけれども、あのほら2人がやってるとフェイスブックとか、はい、ツイッターとかインスタ、はい、インスタもはいつもほらアカペラで歌を歌って、そうです、ね、2人でこう揺れながら、あ、そうなの、ちょっとそうなんです、あのこの見たことある、ない、いや、ないんです、あれね、結構面白いですよ。2人ともほら歌がうまいから、あのね見てて
ちょっと愉快というすごく微笑ましいです、うん、あの今回ねあの音源っていうかさっきあの、はい、応援させてもらったのは普通にあのカラオケもあってきっとした歌なのちょっとなんか今歌ってほしい感じですけどね、うん、ちょっとなんかこう得意なの得意なのワンフレーズじゃあさっきの提唱者あれだから ねどうしますかカバーとこのカバーでも大丈夫ですよ、うん何がいいかな何にします急にカバーぶっこんでくる基本中でオリジナル曲でごめんなさいねちょっと急に振っちゃってワンフレーズだけでも何がいいですかジュさんのジュさんの溢れる、はい、優しさで溢れるじゃああのカバーでちょっとサビお願いします、はい、ジュジュさんの優しさで溢れるようにいきますあなたを包むすべてが優しさで溢れるように私は強く迷わずあなたを愛し続けるよどんな時もそばにいるよありがとうございます恥ずかしい恥ずかしい急だったいいよねこういうのをインスタでね結構ねダダダダって、ね、何曲もやるんで、ね、あすごいあのぜひぜひあの皆さんも、はいあのぜひはい、コーンポタージュで探していただくと、はい、出てきますのではい、はいよかったら見てください、はい、よろしくお願いしますさてさてね、まあ、今これから2年今年で丸々2年目になるんだと思うんですけれども、うんはいね、これからまたちょっとこういうのをやっていきたいとかっていう、はい、希望みたいのがあったりするんだろうと思うのとこれからの抱負だったりあとでねきちっと告知あるけど、うん、その、ね、2年という節目に、ねはい、記念の、ね、大事な告知があるんで、はいはい、それをそう、ね、今後どういう形にこう持っていきたいかとかね、はいはい私はどうしてもテレビに出たいのとかね、なんかそういうのあると思うんだけど、野望が、ね、そうですね。とりあえず2月22日にですね、うんうん、私たちの2周年記念のワンマンライブがありました。そちらの方に向けて今ね、制作だったり、制作だったりとか、はい、着々と活動をしておりましてですね、はい、そちらの方ね、注目していただき、注目していただきたいと思っております。それはぜひぜひあの。宣伝させていただいてですね、そうですね、はい、もうなんか2月22でねやっぱ2が2周年だからとあと22歳だったら、ね、全部こう意味が込められてるんですよもうリトがゾロ目が好きなものですごいね2月2日にしたらってさっき言ったらねちょっと2が足りないから2が多い方がいいって言って多めに数字を取りましたね、はい、なるほどあとはねなんか、今までが、都内が中心に活動していたのでですね、うんはい、今年はちょっとあの県外に出てそうです、ね、ちょっと他の県に地方に行ってそういうライブを、ね、活動をできたらいいなってね、余裕があったらね思い切って関西行ってみるとかね、はい、そうなんですよ福岡に行ってみるとかねちょっとやってみたくなるよね、はいでも2人デュオでね2人ってこうハモるのってあんまりいやあの、ね、あんまり、ね、すごいねだから本当に見かけたことがない応援してるんですよ、うん、そう見かけたことがないから、嬉しいです本当に、うんなので、ね、外に向けてちょっと今年は頑張ろうかなとそうですね、はい、なんか目指してる好きなアーティストとかなんかそういうのとかあるのかそうですね目指してるアーティストっていうかちょっとバラバラなんですけど、うんうんまあ、好きなアーティストは私は彩香さんが好きで、うんうんうん、私はドリカムさんがあでもどっちにしろあれだねあるよ、うん、ありますよねそうだねちょっと似てるところ実力派な実力派だよ実力派ちょっとこうね被ってないって言って唯一そのコーンポタージュも2人が好きだからって名前に言われなんですねなるほどね他はあんまり被らないって言うけど、はい、意外とやっぱり被ってそうですよね、はい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 、そうかコーンポタージュか、はいね、え飲み比べもしたらしいですよいろいろ、うん、そうなんですこれがいいって一押しもあったって教えてもらったんですあら本当ちょっとあのスポンサー面が入ると言えないからちょっとねそうそうそうあそこのやつかな、うん、あそこあそこのやつでえそうそっちですか断然らしいです断トツ一年今度飲んでみようそうお願いします飲んでくださいちょっともう質問しちゃっていいかな、うん、はいどうぞどうぞ私からはいマサのこれが聞きたい、うん、一時ねそのツイッターで、はい、
フォロワーがね何人だっけな1000人、ね、まだあの時あの2人のツイッターは始めたばっかりだったのかな。そうですね。で、いついつまでにフォロワーを1000人集めることができなかったら、うん、はい、名前をねコーンポタージュから、うん、味噌汁酢に変えるっていうねすごいね。その説も、うん、そうなんですよね。そうなんです。のがちょうど SNS で出てて、はい、見たんですよ、私は。それ味噌汁はマサさんつながじゃなく、いや多分そう、たまたまだと思うんだけど、たまたま、ね、味噌汁酢なんて名前にねこんな可愛い女の子2人のデュオがなってくれたらどれだけ俺たち応援しようかなっていうふうに思ってたので、これは味噌汁になってもらえねえかなと思ってね期待して待ってるんだけど、どうなりました。企画から言いますと、はい、去年、うん、4月ですね。4月から4月に、私たちのアカウントをコーンポタージュのアカウントを作って、うん、はい、そちらで1日1曲ずつ動画をアカペラ動画を上げるっていう企画をしていて、うん、そちらのフォロワー数を、2016年内に、はい、1000人突破を目標に頑張ってやっていたんですけど、30日に520人だったです。そう、もう半分ちょいぐらいの、うん、はい、でもあと480人を増やさなきゃいけない、あと1日でちょっとこれはもうやばいですねと、なりますねと覚悟はできてました。もうおでもですね、ですが、あの皆様にこれを言うと、うん、あのなるのみたいな、ちょっと嫌な、あのライブ会場とかでね、ちょっと本当になるのだったんですね結構ね、味噌汁かみたいな、ちょっとご反応みたいな。それはね、あの分かる、あのコーンポタージュのファンだったらねそういうに決まってるでしょ。そう、やっぱりコーンポタージュ、喜んでいただいたら、ね、大塚のそうそうだからいただいた方、ちょっとね2人に提案があるんだけど、その味噌汁酢としての、うん、なんかコーナーみたいのをね、やったらどうかなと思って。なるほど。ちょっと畑の違いの歌を歌ってみるとか、ちょっとそういうのもやってみたらどうかななんて、あのちょっとご利用しなんで。でもありよっぽどやってほしいね、味噌汁酢にやってもらいたいね。ですよね。なんかちょっと逃げ道をちょっと作ってですね。うん、そう、ぜひね、ちょっとまあ。うん、どうだろうね、あの次回のマイネームイズームあたりで味噌汁酢やってみる。ちょっと一回だけ、ね、何でもやりますって。そうそうそう、何でもやります、何でもやるっていう、ね、すいませんね、あのおじさんのご利用者申し訳ないんですけど。でも楽しそうだな、はい、ね、なんかちょっとだけ楽しいかなって思ったの で、ね、もしやる気があるんでしたら、はい、もしやっていただいて、はい、あの見に行きますし、応援に行きますし、はい、うん、はい、一緒にあの歌も歌うかもしれませんので、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お声かけして、はい、はい、はい、ということで、そんなことがあったんですね。ちょっとだけ楽しみにしてたんで。なるほど、はい、私はですね、聞きたいことっていうのはもうありきたりで、2人だと、まあ、2年だから、はい、喧嘩したこととか揉めたこととかあるのかなと思って。それがないんですよ、私たち。すっごい仲がね、仲がすごいいいんですよね。いいんです。え、それはあ、もうなんか分かってて、例えばこれ以上言ったら怒るからやめるとか、そういう配慮があってじゃなくって、そこまでならない。結構それも、まあ、あるのかな、じゃあるのかな、なんか結構お互いのことがもうだいぶ分かってるので、もう怒ってる瞬間とか、もう今怒ってんなとかはもう分かるので、もう言わなかったりとか、その時は触れないみたいな、触れないとか、ね、ちょっと古い臭い言い方だけどさ、うん、同じ学び屋で学んだんだから、ね、学び屋で、ね、はい、そうですね、もう本当全くないと言っていいほど、うん、そうですね、なんかお互いに別に言いたいことっていうのもそんなにないっていうかね、不満が別に生まれない生まれない、そう、結構まあ兄弟みたいな、まあ、でも兄弟に近い感じですね。そうやってほら、不満が生まれないんだったら生まれない方がいいと思うし、ね、うん、ただ本当に不満がね、なんとなく出てきたら、やっぱりお互いに ね、うん、ちゃんと不満を言い合って、うん、理解し合わないとダメっていうのもあると思うし、うん、はい、うん、ね、どっちもありますね。そうそうそう、大人の事情もあるかもしれないけどね、いろいろね。どうする、二人でさ、あの
同じ男の子が好きになっちゃったらどうする？あ、好みは違うの？好み違いますね。誰かじゃ有名人で好きな、いや、わかんないよ。そうね、有名人だとね。私ちょっと、俳優さんだと松坂桃李さんが、うん、おー、桃李くんね、かっこいいね。私はあの、まあ、EXILE で言うと直人さん、おお、あ、ちょっとこう、とワイルドな感じで、ワイルドでちょっとあの背が小さい人がすごい好きなんですよ。私もう男の人が集まってたひときわ小さい人がすごい、うん、え、それはなんでなの？なんかすごい気になっちゃうんですよね。へー、なんか、あ、小さいみたいな、見ちゃうみたいな。そう、なんか理由はそんなにないんですけど、なんか見ちゃうんですよね、目を引くというか。そうですね。そうですね、なのであんまりタイプは、なんだろうね、どうなんですかね、似てるのかな、似てるのかな、でも可愛い系が好きなんじゃない？可愛い系、可愛い系、うん。そうでもなかった。モノは可愛い男の子が好きです。そうですね、なんかね、こう2人と双子ちゃんじゃないか、兄弟ってさっき聞いちゃったんで、いやでも本当になんかそんな感じ、ね、自然にくっついたっていうか、そうそうそう、なんかそんな無理がないというか、話してると。だからここはほら無理やりくっついた。無理やり、無理やり。そんな感じ見えない、見えない、見えない。そうですね、どっちかというとそう、そうですね。そうなんですね。面白い。だからなんか仲いいっていうのもだからかな、ハモリの声の質なのか、なんかすごいこう、うん、心地いいんですよね、ハモリが、うん、あの聞いててね、すごく心地いいよね、うん、ね、ありがとうございます。それが一番嬉しい言葉ですね、ありがとうございます。例えばどっちかが上手でどっちかがちょっと劣るとかだとダメなんだよ、やっぱりね。バランス、バランスが気になっちゃって、あと声の質が違うでしょ、結構。ハモってても綺麗じゃない、うん、なんかその微妙な、あのなんかそういうものがなんかこう合ってる感じがするんですよ。ちょっとね、ここでハードル上げられて、ちょっとね、ちょっとなんか聞いてあれみたいな、皆さん言ったけど無茶振りして、もう今日いきなり撮ってっていう感じなので、もう生々で、そうです、生々で、生々で、ね、あのあれなので、ね、はい、さてさて、ね、私この辺、もう最後言っちゃっていいですか、うん、あれ、もうあと今ですか、もう、うん、そうなんだよ、あら、意外とあと今なんだよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあ、 あのいつものもう聞きたいこと、あの私のちょっと音楽日和という本の中で幸せの音って何ですかっていうことが書いてあって、はい、それをいつもゲストに聞いてるんですけど、はい、リトちゃんとモノちゃんお互いそれぞれ、はい、こう幸せに思う音、はい、何でしょうか。はい、リットはですね、中学までちょっとバスケをやっていて、バスケットボール、うん、その身長でしたんですよ、リトルって聞きながら、はい、ちょっとマニアックになっちゃうかもしれないんですけど、シュートをした時に、うん、どこにも当たらず網にそのままボールが入る、シュッっていう空気の音って分かる、そうですね、分かる、シュッっていう音がですね、あのフレームに一切当たらずに入った時でしょ。はい、そうなんです。あれを聞いた時は、あれはね、確かにね、俺もわかるな。テレビでさ、スリーポイントシュートとか見てるとあるもんね、よくね。そうですよ。そう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 。もうあの音がもう、ね、綺麗に放物線を描いていって、はい、本当にスポッとね、スポッといくよね。はい。なるほど。あの時頑張った甲斐があったなみたいな気持ちになる。思い入れみたいな。自分ももちろん自分ですごい気持ちいいですし、はい、聞いてるなんか見ててもやっぱ気持ちいいし幸せになれる。そうですね。そうだね、あのバスケットで言うとほら、例えば田臥くんとかね。あ、はい。彼もほらそんなに背大きくないじゃん。うん、そうなんです。でもやっぱりね、外からシュート打ってくるし、はい、うん、そういうのやっぱり磨かないとね、ダメなんだろうね。ちょっとマニアックになったんですけど、ありがとうございます、素敵な音で、ね、私モノはですね、はい、ちょっと消しゴムの音あなかなかいつも紙の音の方がなんか幸せというか落ち着く音があって、あ、いいですね、あの音姫あるじゃないですか、あのトイレのここの事務所のトイレにもあるよ、ついてる音姫みたいのついてる、あ、本当に、うん、音姫ってメーカーがあるでしょ、うん、そうだ、うん、そうめっちゃあの、ね、さしてせらぎみたいな、で小鳥のピヨピヨがすごい落ち着いちゃうんですよね。ここでまさかのトイレの音姫、まさかのね、トイレのそれは音姫 の、 あの商品としてすごい ね、まあ、あれですよね、もうバッチリターゲットですよね。もう音姫のやつ弾いてよ。ピアノで弾いてよ。ちゃんとあるから。ちゃんと。
難しそう難しそう、まあ、あの音がですね落ち着いちゃうっていう、今日はなんかね今までで全くないパターンない、ね、幸せな音だったね、うん、マニアックな、そう、マニアックなね、はい、そうですか、いろいろありますね。そうだ、ちょっと聞くの忘れちゃったことあって聞いて、はいはい、あの2人ともご兄弟は、あ、兄弟、私は兄が2人います、はい、私は兄が1人います。あ、じゃあ男兄弟、はい、男兄弟なんだ、男兄弟、はい、ボーイッシュな感じ、あ、それも狙いかな、ね、若干そうですね、もうボーイッシュで行こうって感じ、私はボーイッシュで行きたい、違う、そうですね、リトの方はまあちょっと可愛さが残って、可愛いボーイッシュ、あの外国外海外の子供みたいな、召集力の男の子、ああそうです、いいいい可愛いが、すごいですね、あっちの感じが分かりやすい、なるほどね、はい、目指しております、はい、すいませんね横やりいやいやいや、もう満足ですか、マサさん、はい、満足でございます、はいはい、じゃあもう最後も、ね、そう、ここにバッチリちょっと時間を取りましたんで、はい、先ほどのね2月のライブの告知をドーンとしていただきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、コーンポタージュワン初のワンマンライブ月と太陽ですね、渋谷のスターラウンジで、オープンが夜の6時からスタートが7時からになっております、はい、そこで2時間ですね、私たち、ね、ステージを作って歌わせていただきます、はい、もうね私たちそこで、2周年記念となってまして、はい、結成して2年の記念ということでワンマンライブをさせていただきます、はい、なのでこのね今までの2年間をもうギュッと全てを詰め込んだ、ね、はい、2時間にして、もうもちろん曲は、まあ、オリジナルもだし、はい、あとどういう曲、大体、はい、どういう、まあ、カバーも何曲あったりとか、あったりとか、あとは、ね、モノがダンス、はい、私がダンスをやっているので、うん、ちょっとそういうのも、ね、学校でね、セブンアクでもね、ダンスもね、そうなんですよ、パフォーマンスがあってダンスも歌も、ダンスも歌も演技も演舞もそれはもう学んでたんで、それはもうそういうのをね詰め込みたいなって思います、はい、あとね月と太陽っていうちょっとテーマなのでですね、はい、ちょっと二面性を出して、はい、やりたいなと思ってますので、うん、ぜひね会場に来てそれも、はい、その辺もちょっと見て、見ていただきたいですね、うん、一部が月で二部が太陽とかね、まあそんな感じ、そんな感じ、来週までね、はい、もうまさに、うん、ね、はい、そのチケットはどうすればか、私たちホームページがありまして、はい、名前ですね、それも名前でコーンポタージュって多分調べていただくと、はい、そのホームページが出てきますので、そちらに、メールを送れるところがあるので、はい、コンタクトがあるのでそちらからメールを、はい、お名前と枚数を、それかと、はい、ここのね、うん、この番組 の、 ホームページにも、はい、そこのリンクを多分載せられると思いますので、わかりやすいように、そうですね、そうそうそう、やりたいと思います、はいはいはい、やらせていただきます、はい、はい、あと、まあ、マサさんなり私恵子なりでも言ってもらえれば、はい、いっぱい宣伝しますありがとうございます、はい、私1位までって私が本人に言います、皆さんやりやすいように予約を、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、言い残したことはないですか、はい、ないです、じゃあせっかくですのでね、2月の22日のライブね、なんとか私も行けるようにしたいな、何曜日、2月22日は何曜日、水曜日、ね、なんとか行けるようにしたいな、ぜひ来ていただきたい、ぜひぜひ、行かせていただきたいと思います、インフルエンザにもならずに健康で、はい、万全の体調でこううまく成功することを祈ってます、はい、ありがとうございます、ね、今日はね本当に短い時間でしたけど、コーンポタージュのお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして
全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。コンポタージュです。今日はオリジナル曲を歌わせていただきます。この曲は何かにチャレンジする人に向けて書いた曲です。それでは聴いてください。花。お聞きいただきましたコーンポタージュの2人のね、花咲くと書いて花、はい、ね、いい曲ですよ ね、 ね、 なんかとなくちょっとこう元気のある2人がね、うん、応援してくれてるみたいな感じ。そうですよね、いい感じで聞けましたね、はい、ね、ということで本当に可愛いゲスト2人でね、はい、本当に楽しかったですけれども、楽しかったです、ありがとうございました。さてさて、ね、ちょうどこれは2月の14日の配信になりますけれども、実はね、はい、2月の
この前のね、はい、3日の日に、3日って節分の日に、そう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 、あのね、所沢の、とある会場、とある会場ってまだちょっと、うん、所沢文化センターミューズマーキーホールというチャリティーフェスティバルというのがございまして、はい、あの演歌も含めいろんな歌手の方々がたくさんゲストで出られるんですけど、例えばね、うん、その2月の3日のゲストは、はい、香上五郎さんとかね、はい、三笠優子さん、安倍静江さん、知ってます、紅晴美さん、はい、それから水田香織さんなどなど、はいね、そうそうただたる歌手の方が出る中で、なんとなんと、はい、私、はい、酒井雅俊こと雅人、はい、2代目のぞみちゃんの、はい、雅さんとのぞみがですね、ここに出演することになりまして、出演することになりましてというか出演しちゃいまして、マサさん、はい、ボーカルじゃないじゃないですか、ちょっと飛び出すんじゃないですか、いやね、本当です ね埼玉で初めてかもしれないね、うん、すごい。でこれをですね、実はテレビ埼玉が収録をして、はいはい、3月か4月にテレビ埼玉で放送するそうです、はい、じゃあ、はい、後ほど見れると、見れるという、地上波初登場、あらー、BS はあの昔ね、はい、あの前ののぞみちゃんと一緒に出たんだけど、地上波は初放送、いや 初ですね、うん、じゃあちょっと、はい、私もビデオに撮って、ぜひぜひ、はい、見ます、はい、で、まあ、あの放送日はね、あの決まりましたら、はい、こちらの放送内でもあのまたお知らせできると思いますし、はい、もしくはあの私のホームページですとか、うん、Facebook とか、はい、ブログでね、皆さんにお知らせしたいと思います。分かり次第ね、もうすぐにね、はい、あのご案内をいたしますので、はい、ぜひ頑張ってきます。はい、大塚を広めてまいります。いや素敵。そして他にも皆さんなんか、はい、いつものあれもありますね。うん、いつものね、販売会をまた2月の一番最後の火曜日28日に一応予定しております。はい、こちらもですね、またはっきり決まりましたら、はい、ホームページ、Facebook 等で。ご案内はさせていただきますので、一応皆様予定に入れておいてください。これもマサさん初めての方、何の販売会かっていうのか、ごめんなさい。私歌う味噌屋の若旦那と言われておりまして、はい、仕事がですね、味噌の卸問屋を営んでおりますので、はい、そちらのですね、倉庫をですね、はい、開放しまして、はい、特別にもうね、小売りできるんですよね。私もね、豆乳も、はい、味噌も即席味噌、はい、いろんなのをね、今までもちょっと購入させていた、安いんですもん、はい、本当にどこよりも安い。お味噌関連そういったもの、まあ、例えば今流行りの甘酒ですとか、はいはい、そういったものも売りますので、季節もね、はい、的なものも、ね、よかったら皆様楽しみに。それ朝からずっとお店で、はい、やってます、やってるんですね、はい、じゃあ皆さんもちょっとぜひぜひマサさんに会いにお越しください。ながらちょっとお安いね、はい、普段ね買ういつも毎日飲んでるものですからね、普通のスーパーさんよりも実はちょっと格安で販売しておりますので、そうなんですよ、びっくりするような値段なんです。ぜひぜひ皆さん、はい、おいでくださいませ、はい、お近くの方はぜひちょっとぜひぜひ来てほしいです、はい、私からは以上でございます。あ、そうですか、はい、なんかまあ、マサさんもね一緒にっていうことで、まあはいはい、以上じゃないですよ、そうだ、ごめんね、はい、ありました、もうね、そうそう、次の、ね、回でも実はもう過ぎちゃってるんで、そうだね、今日一応皆さんに告知しといた方がいいかな。そうです ねチャリティーつながりで、その埼玉の、はいはい、なんですけど、まあ、3月11日、はい、皆さん何が起こったかご存知かと思うんですけど、うんうん、東北ですね、はい、震災があった東日本大震災、はい、あのチャリティーイベントにですね、うん、ちょっとマサさんにお声をかけて、こう2人でちょっと何かやろうと、私がピアノを弾いて恵子さんが歌うという。一応ね、それあれですよ。入場料取られる、入場料がチャリティーになるんで、ちゃんと皆様にまともなものを。はい、まあね、何をやるかまたちょっとね。そうなんですけど、ね、またちょっと決めましょうよ。ね、決めて、ね、ちょっと打ち合わせをしたいんですけど、まあ、ね、どうせやるんだったらいいものがいいですよね。そうなんですよね。でそれをっていうことでちょっとお声を、はい、ちょっとお誘いがあったので、皆、ま、さんと二人で、うん。じゃあこれは来ていただいた方が、はい、まあ、入場料をお支払いいただくと、はい、それが、まあ、チャリティーになるという形なんですね。はい、わかりました。でいろんな他の方もいろんな方が出られて、はい、まあ、もう三味線日本だったり、うん、いろいろあるらしいので、はい、その中の一グループとしてちょっと出させていただくので、はい、3月11日、それは練馬の、はい、ライブハウスですね、うん、B ボーンというところで。じゃあグループの名前考えとかなきゃいかんね。あ、グループ名前、そうですね。そう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 、それもね、ちょっとまあ分かり次第ね、またもしかしたらこの放送の時には分かってるんで、下の
あのところに告知で何かできる、そうですね、もうちょっと詳しいことが、はい、分かるかもしれないので皆さんぜひ、はい、分かりました、いらしてください、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、さてさてね、はい、2月もね、無事に終了となりますけれども、そう、寒い季節ももうすぐ終わりですか、ね、春の訪れは来ますか、うん、でもほら1月2月っていうとどうしても ねやっぱり東京もほらドーンと雪が降る時があるんで、うん、まだ寒いですね、とりあえずまだね、そんなに降ってないと思うんだけど、あの暦では2月立春は2月、そう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 、はい、そうですよね、うん、だからあでもまだねやっぱりね3月でも雪降って寒い時がある記憶が毎年あるんで、うん、そうね、まあ気をつけないとねいけないので、はい、まだまだ皆さんね、ちょっと暖かくなったからといってね、あんまりこうウキウキせずに、そう油断せずに、まだまだ油断せずにね、慎重にね、はい、行っていただきたいと思いますので、予防もして、はい、ね、ご自愛、ご自愛くださいということで、はいはい、風邪などひかないように皆さんね、はい、お過ごしくださいませ、それでは、今月もありがとうございます。マサとケイコの音楽日和、また3月にお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。